玉川徹が週刊ポストを批判。韓国特集で本日放送されたテレビ朝日のモーニングショーの中で韓国特集を行った「週刊ポスト」に対し玉川徹さんが次のような発言をしてしまいましただいぶ前から嫌韓本みたいなものが売れてるんですよいい本を作る編集者でもヘイトみたいな本も作ってるんですね私の知ってる編集者も 今回テレビがそれに乗っかってきている。雑誌とは、雑誌とか本は何十万部の桁なんですね。テレビは何百万の桁なので。政府間の対立効果があって、6割くらいの人が、日本の政府の対応は正しいとなってくると、テレビは今度その多数派に寄せていくんです。多数派に寄せていくことで、結果が出てきたりすると、さらに、 志の低い番組だったりすると煽るんですよ。そういう状況が今もう出てきている。そういう状況が進んでいくと何があるんだと我々は考えないといけないですねとなっておりまして。こちら、韓国政府がさまざまな問題を連発している中で、韓国政府とは何なのか、韓国とはどういう国なのかと。 国民の関心が高まり、書籍などが作られるのは自然な流れなんじゃないでしょうか。本日の玉川さんの主張は、韓国政府に対する言論統制、報道統制を要求してしまっているように見えます。また、今回問題となった週刊ポストの記事は、韓国政府に対する批判ですとか、ジーソミアの破棄やホワイト国の除外で、 何が起こるのかか簡単にりりやすくまとまとられておりましたまた、韓国の病気についても、韓国の学会の調査に基づき報道されておりますが、こういった内容、差別的だとは、ヘイトだとは言えません。例えば、日本で自殺が多いと海外メディアが報道しても、それは事実に基づく報道であり、 差別でもヘイトでも何でもないでしょう。玉川さんには、こういった韓国政府に対する事実に基づく批判を差別だ、ヘイトだと勝手に認定し、圧力をかけないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。